中央棟内部行動自由学園アスカンは東京都豊島区西池袋に所在する学校法人自由学園が所有する施設。1921年の自由学園の開校から1934年に移転するまで自由学園の校地として使用された敷地に建築家フランク・ロイド・ライトやその弟子であった遠藤真の設計による建物群からなっている。 学校の移転後も自由学園が所有して、明日館と名付けられ、もっぱら卒業生による事業などに利用された。1997年5月29日に国の重要文化財に指定され、その後は文化財として見学に開放されているほか、結婚式場やコンサート会場などにも利用されており、文化財建築物を利用しながら保存する、動体保存の モデルケースの一つとされる。1921年、帝国ホテルの設計のために来日していたフランク・ロイド・ライトは、遠藤真の紹介で、ハニー・ヨシカズ、元子と会い、夫妻が創設を準備していた自由学園の理念に共鳴し、校舎の設計を引き受けた。設計は1921年1月から着手され、基本設計を、ライト、実施設計を遠藤が担当した。 1922年6月に中央棟と西教室棟が竣工し、翌1923年には中央棟の食堂に付属施設が増築された。東教室棟が1925年、行堂が1927年にそれぞれ建設された。建設にあたってライトは特徴的な幾何学模様の装飾を施すために大屋石を多用した。なお、 1940年代後半に一部で補強のための改装が施されており、また建設当時は銅板武器であった屋根も1950年代初めに鉄板武器に変更されている。自由学園は1934年に当時の東京府北多摩郡久留米町、後の東久留米市に高地を移転した。旧校舎は明日館と名付けられ、様々な事業に用いられた。 第二次世界大戦末期には当時の大倉省主税局がここに置かれたこともあった。1997年5月29日に国の重要文化財に指定されたが、当時は建物の中で傘を差すほどの老朽化が進んでおり、1999年3月から2001年9月にかけて保存改修工事が行われた。この工事の様子は、 大成建設の企画により桜映画社が制作した2002年の映画、蘇るアスカン、フランクロイド・ライトの贈り物に記録された。その後は文化財として見学に開放されているほか、結婚式場やコンサート会場などにも利用されている。以下の建造物4棟及び土地が自由学園アスカンの名称で重要文化財に指定されている。4棟のうち、ライトが設計したのは、 中央棟と西教室棟で、残りの東教室棟と行動は、遠藤真の設定である。中央棟、西教室棟、東教室棟の3棟は、前提を囲むように、この地型に配置され、行動は、蒸気3棟の立つ敷地から道路を挟んで、反対側、西教室棟の南に東表して立つ。各建物は、木造をモルタル塗り仕上げで屋根を鉄板武器とする。 中央胸の中央部と公道の北よりを2階建てと、するほかは平屋建てである。中央胸の中央部分は1階の手前をホール、奥を厨房とし、2階は手前をギャラリー、奥を食堂とする。この中央部分は東、北、西の3方に都市粒を設け、1階の都市粒は、便所と食品庫、2階の都市粒は3カ所とも小食堂と、する。 これらと質部は遠藤晋によって増築された。各建物の外観は健康を抑え、水平線を強調する。こうしたスタイルは、ライトの設計した住宅建築に共通するもので、プレイリーハウスと呼ばれている。自由学園アスカンは、ライトの日本における代表作の一つであるとともに、プレイリーハウスの典型的な例として注目される。ありがとうございます。